インドネシアで G20 の会合が始まりました。早速ロシアのバブロフ外務大臣と中国の王毅外務大臣が主体になって、いろんな関係諸国の外務大臣とミーティングが始まって、そこで G7 および NATO 諸国の G20 メンバーの外務大臣とは一つ線が引かれたように分かれている。それをインドネシアは放送国ですから、お客さんである G20 の皆さんに皆和気あいあいと仲良くやってもらいたいというような形で、若干ギクシャクしているが、ジョコ大統領をはじめインドの、インドネシアの閣僚たちも全部この接待に、一生懸命努めている、まあ、非常にインドネシアの今のジョコ大統領というのが、インドネシア一国に限らず世界の平和を求めて、ウクライナ紛争の仲介役をこの会議で果たして、ウクライナ内戦の終結をヘンリー・キッシンジャーとというこの8月中でまとめてしまおうと、まあ、すでにスイスでは戦後の復興計画、その費用の負担国の問題、財源の問題等について今もう始まっているわけですね。今戦争は現時点でやってます。まだあのドネツク完全にはまとまってませんから、ロシアの今の攻め方では。だからドネツクを完全にルガンスクと同じ形に収まれば、それが終戦のタイミングになるんではないかと私は見とるわけです。だからその今の戦況に合わせて復興計画ももう始まってる。まだここで戦争やってるんだけど、復興の金誰が出すかと始まってることは、最終ゴールが決まってるということですね。やはりこれは8月中だと思います。だから今今日もまたインドネシアではどん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 いろんな話し合いが進むわけです。このインドネシアの G20 はウクライナ紛争のウクライナ事変の最終幕引きをするミーティングになるだろうと私は思います。さすがジョコ大統領というのは、まあなかなかの今までの大統領に比べれば庶民派であるけれども、いわゆる全体をうまく捉えて、世界観を持ったこの柔軟さでですね、ヨーロッパの戦争の最終幕引きに一役買って出るという、人物になるのではないかと私は考えています。まあその点、日本の誰か知らんが首相という人は何にもそういう行動ができずに、どこ行っても作り笑いでにたっと硬直した顔で歯だけが見えてるという、無理に作り笑いしてなんとみともない姿だなと。まあこれは国際社会のそういうトップが出てくる場合においてですね、みんな自信持ってるわけですよ。俺はこういうこともやった、どういうこともやった。
そして戦った末、自分の力が相手を倒す力があったということで勝つわけでしょ。戦って勝って首相になるわけですよ。日本では戦ってないよ、こんなものは。談合談合でやってきてんだから。派閥が談合してこいつにしようと。まあ、モンキーザルみたいなのがみんな集まってですね、談合しよるわけ。そこでな、こいつがちょうど俺たちの利権を続けるのにはこいつが都合いいと。それで選ばれるわけでしょ。永田村の利権の争いの中で調整役が決める総理大臣っていうのは、大体まあ、ろくなものおらないですよね。まあ、だから、そういう海戦山戦の、いわゆる百戦錬磨の人たちを前に、出て行ったら、しょぼんとしてるか、英語もわからないからね、ほんで。岸田も英語を聞けないと思います。前の菅も聞けない。もちろん安倍も聞けない。分かったような顔して、うなずいてる相手はね、本当は分かってない。だからそういう、この今の人間が、NATO の首脳会議行っても、とんでもないような意見を述べて、顰蹙を買って帰ってくるだけ。その言葉一つで、プーチン大統領が怒り狂うほど怒らせて、このバカがと、何を言ってんだと、何が俺の戦争反対を追及する、お前にそんなこと言える立場なのというのは、サハリン2の株全部取り上げるぞと、もう場合によってはお前どこへ、もう今ガス売らないぞと、このガスが、サハリンのガスが40年前から日本の商社がやってるわけだよ。三菱商事、三井物産、そしてこれこそがいずれ日本の重要なエネルギー源になるということでやってるわけでしょ。それを言葉一つで、プーチン、お前の戦争犯罪は国際刑事裁判所に訴えるぞと、そしてその費用は日本政府が負担するぞと、こんなこと失礼千万じゃねえか。偉大なる主権国家のロシアの大統領に対して、ね、今の日本の丸腰の日本、軍備のない日本、ね、イカサマ自衛隊のこの状態で、そういう言葉を吐くことが危険なんですよ。攻めてこられたら、受けて誰が立つんだ、自衛隊の能力ないわけです。戦争能力は、ないんだよ、今の日本は。向こうは戦争能力のある体制で来るわけ。だから爆撃機がない空軍、空母が持たない海軍でどないして戦争できるか。それはアメリカに空母がある、アメリカに爆撃機がある、これは他力本願じゃないか。戦争始まったらアメリカはしばらくアドバイスと武器の補給はするけども、ね、我々は参加しないというの決まってるんだよ。ウクライナと一緒だよ。だからウクライナだって2月24日前は戦争したら米軍が出てくる、 NATO 軍が出てくる、それロシアが入ったら米軍は出てこない、ね、NATO 軍も出てこない。お前たち適当にやっといてくれ。武器は補給で送るからと。こういう逃げ方を簡単にできる国なんだよ、アメリカ合衆国。この NATO という国においては、ドイツがやられたら、
NATO 軍が出るという協定になっているわけ。ドイツがやられたと同時に NATO がやられた。NATO 軍が仕返しをする。こういう、なんだから、今エストニアは NATO 軍、ラトビア、ね、リトアニア、みんな NATO ですから。ベラルーシからリトアニアがやられたら、ベラルーシは NATO 全体と戦わないといけない。こういう協定が双方にあるから、まあ、日米安保の場合、日本がやられたときにどうなるだろうかというのは、いまだに何の確証もない。条約をよく読めば、何らかの形で対応交わされて、後ろ振り向いたら米軍おらずと、ね、そういう例はもう今までずっと私は見てきて、同盟を守らない国だなと思ってるわけ。同盟者が全部逆に殺されてるわけ。エクアドルとパナマにおいて、トリホス将軍も米軍の中堅8号ですから、米軍のパナマ州みたいなもんだから。だから大統領と言わずに将軍将軍って言った。ノルウェーが将軍もそう。だから会ってみたら今度は逮捕され、ノルウェーなんか逮捕され。FBI に。アメリカの古文みたいなものだ。アメリカの FBI が行って逮捕。アメリカの刑務所に入れちゃうわけ。それが同盟国。場合によ日本の場合も同盟国だったら、日本の総理大臣は逮捕されて、アメリカに取り入れられて、刑務所に入れられる。まあ、そっちの方がやってほしいけども。え？いざ戦争で日本が攻撃されたときに、米軍が、大日米軍が戦闘に立って戦うかというと、それはまず 100% ない。これはもう絶対間違いない。そこで岸田が NATO 行って、ね、プーチン大統領、お前の戦争犯罪は我々がアジアを代表して追及するぞと、何を偉さのこと言ってんだ。まあ、そういうものに比べれば、インドネシアのジョコ大統領は、まあ、大したもんだなと思います、わしも。スカルノ大統領も、まあ、やり手でやったんだろうけど、まあ、デビーにしがみついたような男だから、まあ、大したもんじゃないね、俺も。もうちょっといい女を選べるはずだと、あれだけの革命家が。まあ、その点ナセルとかネルさんは人物としても立派だった。まあ、ユスカルノのようなおちょこちょいではない。まあ、デビューを目かけにしたからおちょこちょいというわけじゃないが、最後はやっぱり内部からも疎んじられてたことも事実です。今のジョコ大統領は、私は一角の人物だと見ました。まあ、もちろんマレーシアの私が尊敬するマハティールさんよりは落ちる。一段、二段落ちる。マハティールはやっぱりトップです。そういう意味で、今、バブロフ外務大臣、王毅中国外務大臣、これが一生懸命話し合いをして、世界の中の 今来てるのは20カ国です。世界の中の勢力を1カ国でも強くし、 G8 という構想はもう発表してます。トルコね、入れてここにインドネシアも入ってる。
こういうブリックスプラスこの3、4でですね、G8 および G9 を場合によっては G10 と G11 という形になるかもしれない。このブレックスを中心とする世界の覇権競争、ここでニューワールドオーダーという長い年月をかけて作り上げてきたこの世界組織が、世界政府が、ベーシックインカムが、また暗号通貨体制が、またマイナンバー制度が、どこでどのように来るって、この計画が吹っ飛んじゃうと、当分実行不可能になるという可能性が出てきたということは、我々が今まで通り自由社会の中で、そして個人個人の権利が保障されたこの民主主義が当分続く可能性は、まあ持てるのではないだろうか、期待できるのではないだろうか。私は今のいわゆるブラックノビリティが、またビルダーバーグがこれから実行せんとするさなかに待ったをかけたプーチン大統領のあの発言、そして G8 の設立は、世界は一つにまとまった政府によって人類のすべての権利を潰してしまい、人類奴隷化というその構想がご破産になると、非常に今プーチンの言葉に対して私は期待を持っております。ぜひ G8 頑張ってもらいたいと思います。